ネビルはイングランドグレーターマンチェスター出身の元サッカー選手、現サッカー指導者、解説者。ポジションはディフェンダー、ミッドフィールダー。愛称はフィル。兄も同じくサッカー選手だったガリー・ネビル、またネットボール選手のトレーシー・ネビルとは双子である。父はクリケット選手、サッカー指導者のネビル・ネビル。 アニガリーと同じミニサイドバックを主とする選手ではあるが、左サイドバックやボランチもこなすユーティリティープレイヤーであった。主に控えではあったが、複数のポジションをこなすマルチロールとして長年マンチェスターユナイテッド FC で活躍した。2005年にエバートン FC に移籍し、キャプテンとしてチームを牽引した。2013年4月9日に、 クラブは、ネビルの今季限りでの対談を発表、6月8日に、現役引退を発表した。1996年1月21日に行われた中国戦で A 代表デビューを果たし、代表でもまた兄の控えとして活躍していたが、マイカ・リジャーズやグレン・ジョンソンの対等、ウェズ・ブラウンの右サイドでの起用によってその座を奪われた。ユーロ2000の グループリーグルーマニア戦では、ビオレルモルドバンを倒して、PK を健常してしまい、イングランドのグループリーグ敗退を招いてしまった。2013年7月4日、エバートン時代の監督であるデービッド・モイーズに誘われ、マンチェスター・ユナイテッドのコーチに就任した。しかしモイーズが、成績不振により解任されると2013から14、シーズンいっぱいで同職を退任、それから、 BBC のサッカー解説者に転身した。2015年6月28日にバレンシア CF のアシスタントコーチ就任が発表された。その後、2015年12月2日に兄であるガリー・ネビルがバレンシアの監督に就任、現役時代のマンチェスター・ユナイテッド以来となる兄弟特実現に注目されたが、 ガリーは成績不振により2016年3月31日に解任された。フィルはガリー就任以前からのコーチングタッフだったため留任したが公認の監督パコアジェスタランによって権限を縮小され2015から16シーズン終了後に退任した。2018年1月23日イングランド女子代表の監督に就任した。契約期間は UEFA 欧州女子選手権2021までとなっている。2021年1月18日ベッカムがオーナーを務めるインテルマヤミ CF の監督に就任することが決定した。ありがとうございます。